August 4th, Sunday, 8月4日、日曜日です。今日もよろしくお願いします。今日で14日目になります、このね、レッスン。全部でね、42日あるので、もうね、なんかだいぶやってきたかなっていう感じがあるんですけど、でもまだまだね、半分もいってないっていうね。まあね、これからも頑張っていきたいと思います。今日でね、疑問詞編は、一旦完了、もう終了になります。で、昨日はね、B 動詞を使ったフレーズやっていったんですけど、今日は一般動詞編です。で、一般動詞、これおさらいですね。一般動詞っていうのは、まあ、B 動詞以外の動詞のことをね、指すっていうふうにも言われるんですけども、これ動きがあるとか、動作を示すための動詞です。で、対して B 動詞は固定の状態。まあ、ね、私はユキですっていう、そのユキっていう名前、これね、そんなにこう変動しないですよね。うん。ああいう固定の、まあ、事実だったりとか、状態を示したり、あと人の気持ちとかね、料理のその時の味だったりとかを示したりするのが、まあ、B 動詞でした。で、この一般動詞、動きがある。まあ、寝る、走る、食べるとか、行くとか、好きとか、いろいろあるんですけど、持つとかね。これ、キーワードは、はい。do でしたよね。一般動詞になるとこの do が出てくるっていうね。隠れ do を引っ張り出すっていう話を前しました。実は do が潜んでるんだよっていう。で、これが三人称単数現在形の主語になった場合は does になります。はい。それでね、does it, does it ね、does you とかにはならないよっていう、you の場合は do you だよっていうね。逆に do she とかにはならなくて does she っていう、もうここは does she, does she, does she, do you, do you, do you。声に出して、もう体にね、もう染み込ませていきましょうっていうお話をしましたが、さあ、そんな一般動詞、疑問詞と組み合わさるとどうなるのか、やっていきたいと思います。はい。じゃあね、今日もね、ちょっとね、盛りだくさんになりそうなので、ゴール、先に確認しておきます。今日のゴール、昨日に引き続き、ワンフレーズ、何かこの疑問仕掛ける一般動詞でご自身で作ってみて、もしくは、まあ、今日出てきた中で、あ、これ使えそうだなっていうのでもいいです。作ってみて、声に出してみてください。で、声に出すときはね、必ず1回とか、うーんぐらいで終わるんじゃなくて、もうね、最低10回はやってください。そのぐらいね、10回やる。で、リズムを意識してやるっていう、もう本当にこう、音で覚える、体で覚える感じでやっていっていただくとね、早いかなと思います。もう今日はね、ここに全部書いてしまいました。はい。で、この、まあ、この辺のね、ここが一般動詞になるんですけど、これは本当にたくさんある一般動詞のうちの、ほんのわずかでしかないです。はい。でもまあちょっとね、今日紹介するにはこの辺、うん、わかりやすいかなと思って持ってきたんですが、これバーって見ると、ここ疑問詞。で、ここが一般動詞ですね。昨日の動画ではここが B 動詞になってましたが、今日はここが一般動詞に変わってます。はい。まずこれ。What do you do? What do you do? はい、これね、よく使われます。で、発音するとき、ね、What do you do?do ってね、切ってやるんじゃなくて、what do you do? このチルの流れで練習してみてください。まあ、ポイントとしてはね、ここの what の d の音が、t と d、これ発音するとき、t, t, t, d, 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 同じところに当たりますよね。下の先がね、口のこう、なんていうの、こう、ボコボコのところ、うん。上のね、歯茎の、どこに、当てて、破裂させます。what, t,で、で、で、これ同じ位置なので、what, do ってやんなくて、what do you do っていう、ちょっとこの t が薄くね、消えて、ここに吸収されるような感じ。はい。で、少し what do you do? ルーみたいな感じの音に近いような感じのね、音になります。what do you do? what 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 do you do? これで、あなた何を、しているんですかっていう、まあ、するんですかっていう感じになるんですけども、これで、あ、じゃあちょっと青で書こうかな。はい。お仕事は何ですかという意味として、すごく、日常英会話というかね、もう自己紹介の場面で使われますね。What do you do? ね。What do you do, Yuki? とか、What do you do, Chris? ね。What do you do, Michael? とか、
What are you doing, Brad? まあ、いろいろ、ここの後ろにね、人の名前をつけて言ったりすることもありますが、はい。What are you doing? お仕事は何ですかっていう。まあ、お仕事っていうか、お仕事されてない方とかもね、まあ、今、何をね、こう、普段、されてる方なんですかっていう意味で使われることが多いです。意外と、What is your job? What is your job? の場合は、What is your job? なので、昨日出てきた B 動詞の方法を使っていくことになるんですが、意外とね、あっちの使われ方っていうのはあんまりされてなくて、What are you doing の方が多いです。おそらくこの理由は、What are you doing だったら、何ね、されてる方なんですか?で、まあお仕事尋ねたり、普段ね、今は働いてないよっていう方でも、こう、カバーできるような感じになってるんですけど、What is your job?って聞いちゃうと、なんかジョブ、そのね、仕事がある前提で聞いているような、うん、すごく限定的な聞き方になってしまうんですね。なので、What are you doing を使うことの方が、まあ、増えてきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、どっちか使うんだったら、絶対こっちの方がいいよっていうね、おすすめフレーズです。はい。では次行きたいと思います。Who does this belong to? Who does this belong to? これね、あんまり見かけないかもしれないんですが、今日ぜひ、覚えていただけると便利かなと思います。Who does this belong to? はい。じゃあね、まずどっから押さえようかな。この文ね、さっき do でしたよね。ここ一般動詞。で、今度は does になってます。これは、ここが主語だからです。違う、ここだ。はい。this が主語です。this。まあ、これ何でもいいです。this って書いたけど、who does, 例えばね、this is smart phone とか、Who does this pen? でもね、ペン、このペン誰のだっけってあんまり、ペン落としたら、わざわざ、まあどういうペンかによるけどね、うん、届けることないかなと思うんですが、Who does this wallet とかもあるかもね、財布とか、バッグとか、いろいろ使えますけど、はい、ここが主語になってます。で、これね、主語、三人称、単数、現在形ですよね。なので、ここ、does に変わっています。はい、そして、このね、フレーズ、ぜひ覚えてください。便利ですよって言った理由なんですが、これ、これ、これ、belong っていうのは、所属しているという意味がある、動詞なんですけども、ね。で、所属しているという意味が belong だけであって、ただ、これだけだとね、ちょっと不十分というふうに言われていて、to を、合わせてあげることによって、これ to ね、方向、うん、所属先とか行き先とか、こう気持ちを向かっていく先とか目的が向かう先を、示してあげるこう単語のね、まあ単語というかパーツなんですけど、belong to で、もう一セットで覚えるとね、いいかと思います。はい。所属している。で、まあ、固く訳すと所属しているだけど、持ち主は誰っていう時に使います。例えばね、This pen belongs to me っていうふうに言うと、このペンは私に所属しています。つまり、このペンは私のものです。このペンの持ち主は私でございます。みたいなね、ことが言えるんですね。はい。まあ、ペンだとあれだけど、そうだなぁ。まあ、やっぱ財布とか、スマホとかね、あとは、まあ、バッグとかで使うことが多いかなと思いますが、で、これが、This pen belongs to me っていうのが、その me っていう、私に所属していますっていう風に言うんだと、こう、肯定文ね、普通の説明の文になりますが、これが、あれ?これ、誰のペンだっけ?これちょっと落ちちゃってるよっていう時、これ誰の?って聞きたい時は、Who does this pen belong to? っていう風に、聞いてあげることができます。まあ、あんまりペンはないと思うけど、Who does this smartphone belong to? なんかね、よくあるじゃないですか。こう友達と会ってたりとか、お仕事でもね、ミーティングして、じゃあ、お疲れ様でしたとか、じゃあまたねみたいな感じになって、誰かがそのレストランとか会議室とかの席に、なんかスマホ忘れていってるみたいな、あれれれれれれれ、このスマホ誰ですかみたいな時に使えるのはこれです。では次行きます。Where do you want to go? Where do you want to go? はい。もうこれはね、結構わかるかなと思います。どこに、あなた、何々したい、行きたいのということですね。Where do you want to go? Where do you want to go? はい。で、今回、どこにいるのしたんですけど、例えばちょっとね、
発展というかひねった辺ね。ここを例えば do にして、ここが what になるとさあどう変わるか。 What do you want to do?、ね、What do you want to do? あなたは何をしたいですか? What do you want to do? Where do you want to go?、ね、What do you want to do? Where do you want to go? And what do you want to do? みたいな。もうね、ここら辺は本当、あと並べるとこういう感じになるけど、もうね、何回も何回も声に出して、Where do you want to go? And what do you want to do? っていう風に、どこに行きたいの?で、何したい?っていうのを、もう一連のね、こう、もう本当にリズムというかなんかもう音みたいな感じで、歌みたいな感じでね、覚えるといいかなと思います。じゃあ次。When do you have the day off? When do you have the day off?いつあなたは、うん、have、まあ、持ちますかというかね、そういう機会をこう、持ちますか。The day off。はい、ポイントです。day off。これ、お休みという意味になります。まあ、仕事がお休みの時とか、学校がお休みの時とかね、はい、休暇という意味で使われることもあります。結構ね、お休みとか、休暇っていう風に辞書で引くと、vacation とか、holiday っていう単語が出てくるんですけども、あれは、ちょっとね、長期の休暇とか、祝日っていう意味があるんですね。なので、例えば、まあ、今日日曜日で私ね、仕事、普段の平日の仕事は休みの日なんですけども、こういう休みの日に、vacation とか holiday っていうのは、あんまり使わないです。うん。そういう時は、day off ですね。まあ、オフの日っていうね、まあ、そのまんまですね。Why do you like アニポケ? はい。これ、アニポケ。まあ、ここね、なんでもいいんですよ。これ、ちょっと、アニポケって書いちゃったけど、ここ、自分の、好きなものを何か入れてみてください。ものとか、まあ、好きな人でもいいですよ。人の好きな、最近気になってる人の名前とか。まあ、何でもいいんですけど。私の場合はね、これ、アニポケ。まあ、昨日ちょっと B 同士編でここでポケモンの話したので、ここでも持ってこようと思って。私ね、ポケモンね、まあ、ゲームは昔やってたんですけど、今はもうゲームやってなくって、逆にですね、今はアニメのポケモンがもう大好きで、好きなものあるので、ここ持ってきました。はい。Why do you like Harry Potter? とか、Why do you like Avengers? とか、Why do you like movies?Why do you like her? なんで彼女が好きなのとか。ここ本当に何でもいいです。はい。で、このフレーズは、そんな何かね、好きっていうものがある人、人がいる人に対して、なんで好きなのっていう理由を尋ねるフレーズです。で、まあ聞かれた側はね、because、はい、なぜならばっていうので、答えるといいですね。でね、because のね、答え方とか、こういった答え方、なんか聞かれた時の答え方に関しては、8月末でいろいろとやっていこうと思うんですけど、結構ね、難しい。答えの方が難しかったりするんですよ。だからね、質問をね、まずは制覇して、質問ができるようになったら今度は答えの練習もするっていうぐらいの方がね、いいのかなっていう思うんですが、because、これもね、いろんな答え方あります。シンプルにとにかく、こう、語数少なめでギュッと一旦出して相手に投げ返すというやり方もできます。はい。まあ、いろいろあるので、ここら辺のね、答え方に関して8月末でやっていきますけど、そうだな。私の場合は、Why do you like any pocket? って聞かれたら、because I like, まあ、because I love にしようかな。もうすごい好きなんで。because I love Ash and Pikachu's Adventure って答えるかな。うん。それか、because I love Ash。うん。って答えますね。Ash ってね、サトシのことです。サトシ。サトシって英語名アッシュなんですよね。はい。まあでも、別に日本にいる人にはサトシって言っても通じるけど。うん。まあサトシのね、キャラクターが好きですごく見てる部分があるので、なのでね、私の場合は、Why do you like アニポケ? なんでアニメのポケモンそんなに好きなの?っていう風に聞かれたら、Because I love サトシ。いやだってサトシが好きなんですもん。っていう風に一旦ここまで、もっとね複雑に言うこともできるけど、シンプルにして相手に投げ返す、うん、そしたら多分ねまたね Why do you love Satoshi とかまたね聞かれてくると思うんですけど、そしたらまたこうなんか答える、 Because he's very energetic とかね投げ返して、ポン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 と進めるっていうことがねできますね。はい、ではさあもうねだいぶここまででね結構やってきた感あるけど、さあ最後です。 How does it taste like?
How does it taste like? 今度は how ですね。どうやってとかどんなとか、うん、程度を尋ねるときの疑問詞ですけど、How does it? これ主語 it なので三単元なので does になってます。How does it taste like? Taste 味がするという、まあ、味覚を尋ねるときね、使いますね。味ですね。さあ、では、こっち行きたいと思います。これね、まあ、昨日もね、ここのゾーンに同じようなお話載せていました。これも、今回も同じで、一般動詞の場合も、what とかね、which とか how っていう疑問詞の直後に何か単語が入る場合があります。time ね、入っていきます。何時に do you go to bed? 寝ますか?何時に do you have lunch?ランチ、食事食べますかというね。まあ、その人の習慣を尋ねることができるのも現在形の期間なので、明日からはね、時制に入っていきますので、ぜひ、まあ、こういうね、違いとかもいきたいと思いますが、はい。What time do you go to bed? What time do you have lunch? はい。でね、習慣を尋ねることができます。何時に何々してるのっていうね。はい。で、What time の表現はね、これね、昨日言い忘れちゃったんですけど、What time is it?はい。今何時ですか?これももちろん使えます。そう。昨日ね、B 動詞の時にこれタイム紹介し忘れちゃって。What time is it? 今何時ですか ?What time do you go to bed? あなたはね、いつも習慣的に、何時に、寝るんですかとか、習慣的に何時に、昼ご飯ね、ランチ食べるんですかとかね、聞くことができます。あとは、こういうのもあります。What とか which?type とは kind も入りますね。which type of これはもう本当に好きなの入れてください。じゃあ今日は例えばこれね、まあ、ずっとポケモンの話してるんで、ポケモンとかとガールでもいいんですよ。what type of girl do you like? Which kind of Pokemon do you like? とかね、どんなタイプのどんな種類のポケモンが好きですか?どんなタイプの女の子が好みですかっていう。まあもちろんこれ、ボーイにしてもいいし、レイディーとか、うん、ガイとか、まあ何でもいいですけどね。この辺もね、なんか使えるかなって思います。what の後ろに、こうね、入るっていうね。あとは、こういうのもありますね。How much do you have? これは、まあ、how much money のことでも、ね、マニーが隠されたりとかするけど、How much money do you have? まあ、あんま使うことないかな。うん。How much do you have? でね、そんなにね、これ How much money って直接的に使うことはそんなにないんですけども、例えば、なんか友達を、本当に、ね、気さくになんか物が言い合える中の友達と一緒に何か食べに行ったとか飲みに行った。で、お会計の時に、あれ?なんか、やばい、ちょっと、ごめん、お金、私足りなくなったわ。How much do you have? ちょっと今日いくら持ってる?みたいなね。うん。時にも使えるし、あとはまあ割り勘しようっていうので、How much do you have? とか、あとは How much do you need? ここね、have じゃなくて、need にしてもいいですね。いくら必要なの?っていう感じで、聞いたりすることもできます。まあこういったように疑問詞のすぐ後にさっきだとね、ここ一般動詞、入ってたんですけども、一般動詞のキーワード do とか does とか入ってたんですけども、ここのすぐ後ろに何か名詞だったりとか、入ることもあるよっていう、まあこれは昨日のね、B 動詞の時もそうでした。がこういうのあるよっていうことですね。はい。そして最後、もう本当におまけ的な感じ。なんですが、重要なんですけども、できる人はこれも練習っていうのを持ってきました。ね、昨日 B 動詞やって、今日一般動詞やったんですけど、あと一個私ね、あーこれやり忘れたっていうのがあって、それが助動詞です。はい。助動詞。やりましたよね。何日前かな?助動詞やったの。4日前ですかね。助動詞ね。やっていったのは。はい。助動詞入れていきましょう。助動詞の、can。これ、疑問詞とすごく相性がいいです。例えばね、what can you do?what can you do? うん。何ができるのっていう。what can you do?what can you do? うん。とか、あとは、そうだね。これとかも入りますね、can。when?can you have the day off?
で、助動詞使うときはここは使わなくなるのでこれは抜かしてください。順番としては When can you have the day off? ね、この順番になります。で、今度はここに can がね差し込まれると何々できるっていう可能性が入ってくるので、いつ可能性がありますか、あなた、ね、このお休みを持てる可能性がということで、いつならお休み取れるのっていう When can you have the day off? っていう風に言えたり、あとなんか他にないかな、 can が入りそうなやつ、まあこれも入るかもね。 Why can you、 まあちょっと変だけど、 Why can you like any poke? なんで一体全体みたいな、アニポケのこと好きになれるんですか、僕あれ大嫌いですけどみたいなね、もうアニメなんて見ないんですけど、 Why can you like アニポケとか、聞くことができると思いますね。はい、うん、あ、ここにも入るね。 What time can、 はい、この do の代わりに canYou go to bed とか What time can you have lunch? ね、もうすごい忙しそうだから、ちょっといつになったらランチ行けそうみたいな感じで聞けます。はい、そんな感じでちょっと今日もねすごいことになっちゃったんですが、どうだったでしょうか。はい、で昨日ぐらいから、まあ一昨日ぐらいからかな、助動詞のところぐらいから急に、このレッスン難易度ちょっと上がってます。かなり、まあ最初がね本当に初級というかチュートリアルな感じだったら、いきなりもうね中級、もうあの本当に武器たくさん持ってないと戦えないぞみたいな状態になってきてるので、ぜひここら辺でってなりそうになったら、最初のねところ、もう本当に基本の武器集めのところを持っていただいて、ここにね戻ってきてもらえればと思います。明日からは時制に入っていくので、いよいよ時制ですよ。これ時制に入っていくので、ここまでのとこいかにクリアにできてるか、によって、明日からさーっといけるか、明日であれなんだっけっていう風になるか、まあ明日からね、見ていただいた方、明日が初見になる方にも、わかりやすく、面白そうだなって思えるように、ちょっと私もね、作るように、頑張るんですけども、ぜひぜひですね、ちょっとわからなくなった時こそ、最初の9日間、帰っていただけると、とってもいいかなと、使い方としてね、いいかなというふうに思います。それではまた、明日お会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye! Have a good day!